どうも、かけらじです。はい、今回なんですけどもね、伊丹市にね、新店舗オープンした溶岩焼き店行きたいと思います。そうなんよ、今年のね、春ぐらい、4月26日にオープンしたんよ。結構前やんって思う方もいると思うんですけど、なんとね、この日、4月26日というのはね、まあ皆さん知ってると思うけど、私のね、お誕生日です。私のお誕生日にオープンしたお店がね、あるんですよ。この伊丹市にね、今からそのね溶岩焼き店行こうと思うんやけど、でそのね溶岩焼きっていうのはプレートでねお肉を焼くことなんですよ。プレートでお肉を焼くことによって表面だけねカリッカリになるんよ。で中に熱浸透してふわふわでねカリッカリの超美味しいお肉がね食べれるんですよ。それがね溶岩焼きのメリットですね。今からねその溶岩焼きをね食べに行きたいと思います。もうねアポ取ってるんでこのまま突撃していきたいと思います。じゃあやっていきましょう。レッツショータイム。もうすぐで到着です。こっち曲がったらねあるんで、そうだセブンイレブンの近くにあります。もうね目の前ですよ。入っていきましょう。到着、ブルーベアーさんです。4月26日オープンの溶岩焼き肉居酒屋、一生懸命営業中とのことで、ほら突撃していきます。さあ入ってこう。さあこんにちは。ちょっとお世話になります。よろしくお願いします。ちょっと聞いたこといきなりあるんですけど、はい、いつオープンされたんですか？今年の4月26日ですね。俺の誕生日と一緒。僕4月26日生まれなんです。早速見ていきましょう。こちらね、溶岩焼きについて詳しく書かれています。気になる方はね、動画を止めてぜひ見てください。こちらね、夏祭りのイベントやるらしいんで、気になる方皆さんぜひ行ってみてください。そしてね、このメニューを見ていきましょう。種類がね、豊富ですね。様々なお肉がありますね。その他一品などもあります。私はねこの黒毛和牛のトリプル頼んでいきたいと思います。この黒毛和牛のトリプル、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お通しいただきました。あ、ここは、あ、大丈夫です。はい、どうぞ。カウンターで。はい。カウンターでも大丈夫ですか？あ、大丈夫です。あ、そうです。あ、ありがとうございます。あの、内容してくれました。え、YouTube で。あ、そうです。はい。よろしくお願いします。お邪魔してます。映らないようにするんで、ご迷惑かけてますね。ありがとうございます。あ、多い。重たいもん。ちょっとわかる。どういうの？なんか合言葉、数字の179でいいですか？ああ、それ使ってるんで、そういう。それまたなんかどっかに表示させておくんで、もしかしたら誰かそう言ってくる人がいるかもしれない。次回は個人的にお酒、なんか気になるやついっぱいあったんで。はい、ブルベ屋さんね、退店しました。めっちゃうまかったです。皆さんね、合言葉あるんですよ。でこの合言葉をね、ブルベ屋さんに行って伝えたら、なんとね、450円の唐揚げが無料になります。これめっちゃでかない？ 450 円の唐揚げが無料になんねん。もうこんなことないよな。179179って合言葉を店員さんに伝えたら、唐揚げがね無料になります。最高やな。みんなもう伝えるしかないよ、これは。皆さんね、ブルベ屋さん行きましょう。ほんまね、痛みで溶岩焼きってマジで貴重やからね。全然思い浮かばんもん。そうやね。だからね、溶岩焼き店ができたってことで、もうこれは行かなあかんと思って、やっといけないけどね。めっちゃ最高でした。今回ね、こんな感じで終わります。飛行機の音がうるさい。ね、これはですね。はい、今回ね、こんな感じで終わります。なんとね、お店でね、視聴者さんにも会いまして、最高にね、楽しかったです。本当にありがとうございました。はい、またね、次の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。溶岩焼きね、うまかったよ、ほんまに。まあ、俺も最近さ、よう頑張ってるしな。つって。はい。